どうもー、こんにちは。ダルと申します。今日もよろしくお願いします。モンスターハンターサンブレイク実況プレイ始めていきたいと思います。では今回ね、9月22日に、配信されたイベントクエストの方をやっていきたいと思います。クエスト上、はい、これですね。極上な真珠を求めて大名ザザミ1匹を狩猟ということで、このクエストを狩猟、このクエストが終わったら確かなんだっけ、お金がもらえるんですよね。その真珠アイテムからすごい高値で売れる真珠が報酬でゲットできるということなので、それをちょっと、ああやばい、いやひるんだ。まあでも結構簡単なクエストだと思うので、みんなサクッとできると思いますよ。はい、まあ引いていく、よいしょ。まあ大名ザザミぐらいね、全然余裕だと思うんで、皆さんやってみてください。じゃあ送りしていきましょうか。ダメだったの、危ねえ。マジでね、最近ずっとさ怪連生したくて、ずっと怪闘機回ってんだけど、まあでもむずいよな。全然いいのがあった、いやー嘘でしょ。打ち消していくで回復してくれるでしょ。よいしょ。大名ザザミのさ、怪異化ともめちゃくちゃやり合ったんだけど、こいつやっぱ俺めっちゃ苦手かもしれん。すげえやりづらいんだよな。よいしょ。早く怪異連生してアップデまでに、え、待って、当たってた俺。アップデまでにさ、いいスキルつけておきたいよな。よいしょ。顔狙わしてくれ、顔。よいしょ。ダメージ入るね。でも終わるね。捕まえていきましょう。よいしょ。いた、はい、いた、はい、お疲れ様。めっちゃ早いね、2分30秒。でこれで報酬で金策ができるアイテムがもらえるそうなので、ちょっとそのアイテムを見ていきましょうか。いや、モハンおもろいね。本当に次のアップデートまでにゴール装備をしっかりと整えておきたいですね。なので今ずっと怪異闘技回ってるんですよ。あ、これのことか。なるほどね。金の卵がこれ2万銭だよな。で銀の卵が1万銭で売れますよっていうことですね。あ、このアイテムがもらえますよってことか。でこれを売っていくとお金がたくさんもらえるみたいな感じですね。まあ、僕今270万銭あるんで、まあ今こういうのもね、皆さんやって検索していってください。ではご視聴ありがとうございました。え、めっちゃ短いな。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。